本日最後のステージは、作詞谷川俊太郎、作曲木下真紀子、男性合唱曲集地平線の彼方へより春にを指揮上田優で演奏いたします。しかも
あ、チョース。本日はお集まりいただきありがとうございます。昨年ですね。はい、正指揮者を務めました田尻と申します。まあ、この舞台でね、なんかまた振っていいよっていうふうに言っていただけた、昨年度ですね、振っていいよっていうふうに言われたんで、1曲振らせていただくことになりました。ちょっとね、難しい曲なんですけれども、僕ら71期はちょっと思い出のある曲で、はい、やらせていただきます。みんな精一杯歌うんで、どうか最後までよろしくお願いいたします。これをもちまして、関西大学グリークラブミニコンサートを終了いたします。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございました。